ジャスミン・トリンカは、イタリアの女優である。息子の部屋や、ミエールへの出演で知られている。2017年公開の映画、ホルトゥナータで、ダビッド・ディドナテの主演女優賞を獲得した。ローマ生まれ。ローマ大学在学中の2001年、何にもレッティ監督、主演作、息子の部屋に出演し、イタリアゴールデングローブ賞最優秀新人女優賞、およびナストロ・ダルジェント賞、 グリエルもビラーギ賞を受賞したほか、ダビッド・ディドナテルド助演女優賞にノミネートされる。なお、大学では考古学を専攻していた。2003年、マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督作、輝ける青春に出演し、ナストロ・ダルジェント主演女優賞を受賞する。2007年、第60回カンヌ国際映画祭、ある視点部門の審査員を務める。2009年、 第66回ベネツィア国際映画祭にて、マルチェロ・マストロヤン2賞を受賞する。2011年、ベルトランボネロ監督作、メゾにある召喚の記憶に出演する。2013年、いつか行くべき時が来る及び、ミエーレで、第67回、ナストロ・ダルジェント主演女優賞を受賞する。2017年、セルジオ・カステッリット監督作、ホルトゥナータに出演し、 ダビット・ディドナテロ主演女優賞を受賞する。2018年、アレッシュオ・クレモニーニ監督作、スラミー・アペレイに出演し、ダビット・ディドナテロ女演女優賞にノミネートされる。2019年、フェルザン・オズペテク監督作、幸運の女神に出演し、再び、ダビット・ディドナテロ主演女優賞と、ナストロ・ダルジェント主演女優賞を受賞する。ダビット・ディドナテロ賞。 ナストロダルジェント賞イタリアゴールデングローブ賞ベネツィア国際映画祭カンヌ国際映画祭ありがとうございます